ミッション開始。オルカ旅団本体を排除する。レイテルパラシュ、ウィンディファンションだ。一気に敵ネクストを叩く。遅れるなよ。いる、動いている。これが GA の要塞か。大胆なことを考える。固定砲の攻撃範囲が広がっている。注意しろよ。企業とオルカの戦いは、世界最大のアルテリア施設クラニアムをめぐり急速に収束しつつあった。だがこの最終局面において企業は突如態度を翻す。その消極的な姿勢は事実上の不干渉にも等しかった。ある密約、企業はオルカを黙認する。その代わりに企業首脳の生命を安堵し、彼らの過去を取得する。オルカは打算家たちの性質を知出していた。自らが確保されるのであれば、全てをかける価値などどこにもない。すべからく破壊からの復興は経済成長の土壌なのだから。今やオルカを止めるものは何もなかった。ただカラードに従わず独自に動いたウィンディ・ファンションとそのパートナーを除いて。もう一度言う、オルカからは一切の手を引く。これはカラードの、ひいては企業の正式決定だ。理由は？説明の必要は認められない。これまでと同様に。なるほど、大した管理者だ。偉そうに非戦闘員を守る、そんな格好すらつけられないか。何を決まってやがる、メス猫が。所詮は傭兵だろうが。教授がいるのか、ウィンディ。当たり前だろう。そうでなければ誰が殺しなど引き下げるものか。